どうも、オーシャン東京原宿スタイリストの木村です。今日はセット動画ではなくて、ちょっとオーシャン東京のトリートメントについて今日は、動画をやっていきたいと思います。うちでいうプレミアムトリートメントなんですが、マッカを取り扱ってて、その高木さんの、ツイートでもその CM のやつでもやってたと思うんですけど、そのインカラミっていうのが、ポイントのワードとなっていて、髪の大半っていうのは、ケラチンでできているので、その TOKIO の中に含まれているさまざまなケラチンのタンパク質が、髪毛髪にそのインして、毛髪の中にインして絡み合って栄養を閉じ込めるという意味でインカラミっていう、その略してインカラミっていうんですけど、はい、そういったトリートメントになっています。その普段しているスタイリングでのアイロンだったりとか、その熱によるダメージももちろんなんですけど、そのパーマだったりカラーだったりっていう施術をしての、ダメージもすごくサラサラにしてくれる、髪の内部の状態を回復させてくれるトリートメントなので、ぜひもう髪の毛が、ギシギシだったりとか手触りとかが良くなかったりとか、しっかりとこのトリートメント髪の内部にまで栄養を渡り行くトリートメントなので、ぜひおすすめしていますので、この年末その最後の締めくくりだと思うので、髪に対してその綺麗な状態で新年を迎えられるようにしてほしいなとも思うので、ぜひこのプレミアムトリートメントをされたこともない方もしてる方も、その定期的にやるのが大事だと思うので、ぜひこの動画を参考にして見てください。はい、ということで、うちのそのプレミアムトリートメントなんですが、4種類の薬を使って髪の毛をきれいにしていくんですけど、そこで一応僕がその実験台になって、結構もうカラーも1ヶ月ほど経ってて、毎日 YouTube とかでもアイロンとかを使って、 YouTube やってないところでも、毎日髪の毛を何かしらもうワックスもつけてるし、アイロンもドライヤーもなるべくダメージをしないように、自分で洗い落とせないトリートメント、ミルクタイプとかオイルタイプとかも使ったりして、自分の合った感じにいくんですけど、やっぱどうしてもそれでもどうしてもケアしきれないっていう状態に今なって、かなりパサつきとダメージが特に、カラーしてるんでちょっと分かりやすいんですけど、中間から毛先がかなりダメージが、もう本当にタンパク質不足ですね、もう本当に。なので早速今日は髪の半分半分を分けて、ちょっとそのトリートメントの比較をしていきたいと思います。半分だけトリートメントするっていう意味ですね。はい、はい、それではまず半分よく濡らしていきます。これは今やってるのはただの水です。髪の毛は濡らさないと、皆さんご存知だと思うんですけれども、そのキューティクルっていう髪の表面を覆っている鱗状の、その膜があるんですけど、それをもう膜の水で濡らすとそれが開いてくれるので、開いてあげないとトリートメントが内部まで行き渡らないので、しっかりとまんべんなく全体を濡らしていきます。新しい試みですね、この半分トリートメントして半分しないっていう。はい、でまずは一剤のトリートメントつけていきます。これスプレータイプのトリートメントなので、本当にまんべんになじませていきたいと思います。フォーミングをして全体に行き渡らせるように、しっかりと髪のまずは今ベースを作っている段階なので、
これを整えていきます。しっかりと揉み込んであげたりもすると髪の内部まで行き渡るので、しっかりと揉んだ後に次は2番目の2種類目のトリートメント、はい、クリームタイプのトリートメントになるので、まあ、馴染ませは安いんですけれど、まあ、これをつけすぎてしまうと、ちょっとトリートメントの効果が逆に鈍ってしまうので、適量で、よーく、特にダメージしている中間から毛先に揉み込んでいきたいと思います。一番髪の毛がダメージしている部分は毛先なので、よく家でもトリートメントしてる方いると思うんですけど、あんまり根元中心にガーってつってしまうと、あの根元には毛先と比べてダメージレベルは少ないので、あんまり根元からガーっていっちゃうと、まあ、自分ではやった感はちょっとあるのかもしれないですけど、やり方的には毛先からしっかりとなじませるっていうのが正しいトリートメントの塗布の仕方になるので、家でやる方はまずは毛先中心でやって、根元行くときは軽く頭皮マッサージをしてあげるぐらいでいいのでっていう、まあ、認識をしていただけたらなと思います。で、一度、この1番目と2番目のトリートメントを塗布したら、1回この機械を加温器を使って、1回温めます。温めると、まあ、髪の内部にまで、トリートメントが集中して浸透していくので、しっかりと10分間温めてたいと思います。で、全体をラップをしてあげることでより浸透性が高くなるので、熱が逃げなくて充満してキューティクルが開いた状態で熱を閉じ込めてあげているので、トリートメント効果が相乗効果されるので、これで10分間時間を置いていきたいと思います。進んでいきたいと思います。塗布していきたいと思います。この根元を外して、これも毛先から中間から毛先中心によーく揉み込んでなじませていきたいと思います。で、最後に4番目の薬をこの強固した状態の上からさらに全てをコーティングをしていく作業にやっていきたいと思います。これでよーくなじませたら流して完成と。はい、これで洗い流しました。もう手触りが今の段階で全く違います。まあ、ちょっと画像とか動画だとちょっと伝わりにくいのかもしれないんですけれども、でも見た感じ、今まだ塗ってる状態なんですけど、もう全然もう右と左でも全く違いますね。はい、これでプレミアムトリートメント終了です。もう全然違う、自分で触った感じももう張りと腰とツヤがもうあからさまに分かる。ダメージでのうねりもないっすね。なくなってる、改善されてる、すんげえな。結構違う、もう手触った感じでもうスーッとこっちの方が引っかかるし、きしみがないっす。あとね、もう分かると思うんですけど、このボリュームの出方が違う、ボリュームもふわっと出ます。はい、っていうことでまあその毎回毎回、まあ、来てプレミアムトリートメントを本来ならできたらいいんですけれども、まあ、なかなかそうはいかないよっていう方もいると思うので、まあ、その2回に1回とか、まあ、そういう必ず周期的にトリートメントをサロンですることはぜひおすすめしますので、ぜひ、気になった方はやってみた方がいいと思います。まあ、特にこのトリートメントをする、まあ、悩み、
まあ、悩みトリートメントする上での悩みとしては、そのまず髪が硬い方も柔らかくなるし、まあ、そのスタイリングがなかなか毎日やって持続しないっていう方、時間が経ったら崩れてきちゃうっていう方も、このトリートメントで髪の状態を整えてあげればそれも改善できるし、まあ、もちろんその毎日固定アイロンの使用でのダメージが出ている人はもちろんのこと、まあ、髪がなかなかまとまらないっていう人、うねり、さっき言った僕が言ったうねりが出てしまってなかなか髪がまとまってくれないっていう方もおすすめだし、そのトップとかにボリュームを出したいのになかなか出せない、まあ、ドライヤーのやり方とかアイロンのやり方とかでもボリュームの出し方はあるんですけど、まあ、それはもともとの基礎の髪のベースがあっての話なので、その基礎を整えるという意味で、このプレミアムトリートメントをぜひやった方がいいと思うので、まあ、やって越したことはないので、ぜひ、今僕がこうして実感してるので、もう髪の半分をやってみて自分で比較して、まあ、この動画でこの手触りっていうところ、触れないところが一番、まあ、伝えられないなと思うんですけど、まあ、こうやって見た時に、まあからさまにこっちのやった方がツヤと張りと腰とっていうところで出ているので、ぜひ皆さん年末の最後の納めの部分で新しい年を迎える準備も含めて、ぜひプレミアムトリートメントやってみてはいかがでしょうか。はい、まあ、その予約するときとかにも、ネットで予約するとき、電話で予約するときも全然ご相談で、ご予約を取りすることもできますので、まあ、当日、来店されたときにその担当するスタイリストと一緒になって、今の髪のダメージ具合のカウンセリングを含めて、相談を一緒にして髪の改善をできたらなと思うので、ぜひ一度、試してみてはいかがでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。またセットの動画もバンバン上げていくので、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。